左舷側から撮影されたベストファーレン。ベストファーレンはドイツ帝国海軍発の土球戦艦であるナッサウ級の一席。ベストファーレンは、ザクセン級装甲フリゲートザクセンの代艦として、仮称エルザッツザクセンとして発注された。国会は1906年3月末に秘密裏にナッサウとベストファーレンの資金を供給したが、武装や、 ブレーメンの AG ベーザー造船所で1907年8月12日、寄港。ナッサウと共に建造は素早く、極秘に進められ、兵士が造船所やクルップ社のような資材の供給元を警護した。1908年7月1日に浸水し、最終偽装のため造船所従業員によって1909年中旬にキールに開港された。 その時期のベーザー側の推進が浅かったため、喫水を上げるため6個の浮きが取り付けられた。それでも川を通過できたのは3度目であった。収益前の1909年10月16日、ベストファーレンは、カイザービルヘルム運河の3つ目の公文軍の開通式典に参加した。それからちょうど1ヶ月後、ベストファーレンは収益試行見を開始したが、1910年2月の、 艦隊演習の際のみ中断された。5月3日に大やけみが完了すると、ベスト・ファーレンは、太陽艦隊第一戦艦戦隊に配属され、2日後には、全土級戦艦派のオファーに代わって、戦隊の帰還となった。海軍は、ベスト・ファーレンを第二戦艦戦隊に移すつ,つもりであったが、その計画は1914年7月の第一次世界大戦勃発後に破棄された。 ベスト・ファーレンは戦争中に行われた艦隊の北海への出撃の大半に参加した。最初の作戦はフランツ・フォン・ヒッパー少将の巡洋艦部隊を中心に実行された。それらは1914年12月15、16日にイギリス沿岸の町スカーバラ、ハートルプール及びウィトビーを砲撃。ベスト・ファーレン及びその同系艦3隻と8隻の全。 土球戦艦からなるドイツの戦闘艦隊も、巡洋戦艦支援のため出撃した。12月15日夕刻、戦闘艦隊は単独で行動中の戦艦6隻からなるイギリス戦隊の10回路以内に接近。暗闇の中での双方の護衛の駆逐艦の衝突が、ドイツ側指揮艦、フリードリ・ヒホン・インゲノール提督に、グランドフリート全軍が前方に展開しているという確信を抱かせた。 そして皇帝ビルヘルム2世の命令に従いインゲノールは戦闘を打ち切って艦隊を祈祷させた。1915年3月末、ベストファーレンは定期整備のためドック入りした。リガワンの戦い1915年8月、陸軍が計画していたリガ攻撃を援護するため、ドイツ艦隊はロシアが保持するリガワン制圧を試みた。その実現のため作戦の計画者たちは、 戦艦、スラバや小型の砲艦、駆逐艦を含む湾内のロシア海軍戦力を追い払うか壊滅させることを起とした。ドイツ艦隊は複数の機雷戦艦艇を伴っており、それらはまずロシアの機雷腹を除去しついで、ロシア海軍の増援が来園するのを阻止するために、湾北の入り口に機雷を布設するという任務を追っていた。動員された艦隊には、 ベストファーレンの他その同系艦3隻やヘルゴラント、急戦艦4隻、巡洋戦艦フォン、デアタムン、モルトケ、ザイドリッツ、複数の全土急戦艦が含まれていた。艦隊の指揮を取るのは中将に昇進していたフランツ・フォンヒッパーであった。8隻の戦艦はロシア艦隊と交戦する部隊を援護することになっていた。8月8日に行われた最初の作戦は、 嫌いの総会に時間がかかりすぎたため中止された。1915年8月16日、2度目の湾への侵入が試みられた。ナッサウトポーゼン、軽巡洋艦4隻と水雷艇31隻は、どうにかロシア軍の防御を破った。攻撃初日、ドイツの総会艇 T46 と駆逐艦 V99 が沈んだ。翌日、ナッサウトポーゼンは、 スラバと交戦。三発の命中弾を与えて、スラバを撤退させた。8月19日までに、ロシアのキライハラは処理され、艦隊は、しかし、連合国潜水艦が存在するとの報告があったことから、ドイツ軍は翌日作戦を打ち切った。北海へ戻って8月末、ベストファーレンは、他の太陽艦隊の艦と共に、北海の白地に戻った。 次の作戦は9月11、12日に行われた北海への出撃であるが、この時は何も起こらなかった。10月21、22日にも出撃があったが、この時も1916年4月21、22日の北海での出撃時も同様であった。続いてその2日後には砲撃作戦があった。ベストファーレンは4月24、25日のヤーマス。 ローストフト砲撃で砲撃を行うヒッパーの巡洋戦艦を支援する戦艦部隊に加わった。作戦中、巡洋戦艦ザイドリッツが食らいして引き返した。作戦は視界不良のためすぐに中止され、イギリス艦隊がドイツ艦隊を迎撃する時間はなかった。ユトランドを機換戦インゲノールやフーゴーホンポールの後を継いで艦隊司令官となった。 ラインハルトシェアは速やかにイギリス沿岸への次の攻撃を計画した。しかしザイドリッツンの損傷や第3、5月31日3時30分、ドイツ艦隊はヤーデ湾から出撃した。ベスト・ファーレンは W エンゲルハルト少々期下の第一戦艦戦隊第2部隊に配属されていた。この部隊は土球戦艦部隊では艦隊の中で最高尾に位置しており、 その中でもベストファーレンは同系艦3隻の後ろに続いていた。その後方には第2戦艦戦隊の全土急戦艦が続いていた。17時48分から17時52分の間ベストファーレンを含め11隻のドイツ旅級戦艦がイギリスの第2系巡洋艦戦隊と交戦したが、距離や視界不良が有効な射撃を妨げ、戦闘はすぐに終わることになった。 18時5分、ベスト・ファーレンは再び砲撃を開始した。この時の目標はおそらく、イギリス系巡洋艦サウ・サンプトンである。およそ1万8000メートルと近距離であったが、ベスト・ファーレンの砲撃は命中しなかった。この頃シェアは、イギリス艦艇追撃のため最大速度を要求しており、ベスト・ファーレンは20ノットを出した。 シェイヤが西に向かいという信号を出した19時30分までには、ドイツ艦隊は、グランドフリートと相対しており、反転した。その際ドイツの艦列は逆になった。それによりベストファーレンの部隊は戦闘になるはずであるが、ベストファーレン艦長レッドリックは、第2部隊は定位置から外れており、戦闘の位置を推定して回答した、と述べている。21時20分頃、 ベスト・ファーレンやその同系艦はイギリス第三巡洋戦艦戦隊の巡洋戦艦との交戦を開始した。それからすぐあと2つの来席が発見されたが、それは5人だと判明した。ついで、ベスト・ファーレンなどは第一偵察軍の巡洋戦艦を前へ出すため、速度を落とさなければならなかった。22時頃、ベスト・ファーレンとラインラントから暗闇の中で、 所属不明の警戒部隊が集結、単焦灯によるスイカが無視されると、2隻は発射されたかもしれない魚雷を回避するため右に回答した。そして、第1戦艦戦隊の残り、短時間の遭遇の間にベストファーレンは、約2分30秒の間に7発の28センチメートル砲弾を発射した。この時シェアは、全土級戦艦よりも魚雷に対する、 防御力を持った艦を欲しており、ベスト・ファーレンは再び艦隊を守る位置に着いた。0時30分ごろ、ドイツの戦列の戦闘部隊は、イギリス巡洋艦及び駆逐艦,艦と遭遇。至近距離での激しい砲戦が起こった。ベスト・ファーレンは駆逐艦ティッペラリーに対して、距離1800メートルで15センチメートル及び8.8センチメートル砲を持って砲火を開いた。 ベスト・ファーレンの最初の砲撃は、ティッペラリーの環境と全部の方を破壊した。ベスト・ファーレンは5分間で 15cm 砲弾92発と 8.8cm 砲弾55発を発射し、それから発射されたかもしれない、魚雷回避のため右に90度を回答した。ナッサウや複数の巡洋艦、駆逐艦もティッペラリー攻撃に加わり、 ティッペラリーはすぐに炎上する残骸と化したが、それも、なお後部の方は、砲撃を続け、2本の魚雷を発射した。イギリス駆逐艦の一隻は4インチ砲で、ベストファーレンの艦橋に命中弾を与え、それによって死者2名と負傷者8名が出た。また、艦長、レッドリックも、軽傷を負った。0時50分にベストファーレンは、イギリス駆逐艦ブロークを発見し、 短時間複方で交戦した。この時はベストファーレンは約四十五秒間に十五センチメートル砲弾十三発と八八点センチメートル砲弾十三発を発射した。ブロークは巡洋艦ロストックなどとも交戦し、少なくとも七発の命中弾があり四十二名が死亡、六名が行方不明となり三十四名が負傷した。一時過ぎにベストファーレンの単焦灯は イギリス駆逐艦フォーチュンを捉え、ベストファーレンとラインラントからの攻撃によりフォーチュンはすぐに大破し炎上した。夜戦の蛮行にもかかわらず、太陽艦隊はイギリス駆逐艦部隊と突破し6月1日4時までにはホーンズリーフにたどり着いた。ベストファーレンを先頭にして、数時間後にはドイツ艦隊はビルヘルムセハ編に着いた。そこでベストファーレンとその同系艦2隻は、 低白地の外の防御位置に着いた。ユトランド沖海戦でベストファーレンは2 8トル砲弾51発、1 5トル砲弾176発と8 8トル砲弾106発を発射した。修理はビルヘルムスハーフェンで速やかに行われ、6月17日に完了した。1916年8月の出撃8月18日から22日には、 また別の艦隊出撃があった。この時は BET の巡洋艦部隊を誘い出して撃滅することを目的として第一偵察軍の巡洋戦艦がサンダーランドを砲撃する予定であった。4隻の巡洋戦艦のうち戦闘可能なのは2隻のみであったため、作戦のため3隻の戦艦マルクグラーフ、グローサークルフィルスとバイエルンが偵察軍に配属された。太陽艦隊は 後方からついて行き支援を行う予定であった。しかし、8月19日6時にベスト、約800トンの浸水があったが水雷各壁は浸水を抑えた。損傷したベストファーレンを港まで護送するため水雷艇3隻が艦隊から派遣された。ベストファーレンは14ノットで帰還した。イギリス側はドイツの計画を察知しており、グランドフリートが出撃。 その接近を知ったシェアは、グランドフリートとの交戦を避けて死守した。ベストファーレンの修理には9月26日まで要した。修理後ベストファーレンは短期間訓練のためバルト海へ行き、北海には10月4日に戻った。10月19、20日、艦隊は出撃指ドカーバンクまで進出した。1917年の大半はベストファーレンは港に留まった。 バルト海でのアルビオン作戦にも参加しなかったが、あるかもしれない、イギリス軍の進攻を阻止するため、オーベンド沖に配置されていた。フィンランド遠征ラインラント1918年2月22日、ベストファーレントラインラントはフィンランドへ行き現地に、展開するドイツ陸軍を支援する任務を与えられた。当時フィンランドは内戦中であった。2隻は2月23日に、 第14両兵大隊を乗せ、翌日早くにオーランド諸島へ向け出発した。オーランド諸島は前進基地となる予定であり、そこからハンコの港を制圧し、ついで首都ヘルシンキを攻撃することになっていた。任務部隊は3月5日にオーランド諸島に到着したが、そこでスウェーデンの解剖戦艦、スバリーエ、トール、オスカー2世と遭遇した。 交渉の結果ドイツ兵は3月7日にオーランドに上陸し、ベストファーレンはダンツヒに戻った。3月31日までダンツヒに留まり、それからベストファーレンは戦艦ポーゼンと共にフィンランドへ向かい、4月3日にハンコの外援部の防御拠点であるラスローに着いた。ドイツ陸軍はすぐに港を掌握した。それから任務部隊はヘルシンキへ向かった。 4月9日、進攻部隊を組織するためベストファーレンはレバル沖で立ち止まった。2日後、ベストファーレンはヘルシンキの港に入って兵士を上陸させ、その前進を手法で援護した。3日以内で赤英軍は撃破された。ベストファーレンは白守軍が4月30日までヘルシンキに留まった。その時までにフィンランドを統治する白守軍の政府ができていた。 この作戦後ベスト・ファーレンは北海に戻り、第1戦艦戦隊に復帰した。8月11日、ベスト・ファーレン、ポゼン、カイザー、カイゼリンは、紹介部隊支援のためテルス・ヘリングへ向かった。その途中で、ベスト・ファーレンのボイラーに、重大な損傷が発生し速力が16ノットに、低下した。期間後ベスト・ファーレンは退役し、砲術練習館となった。 1918年11月のドイツの崩壊後、急戦協定に従い、太陽艦隊の大半はスカパフローに抑留されたが、ドイツ海軍で一番古い土球戦艦であるナッサウ、旧の4隻はその中に含まれず、そのためドイツの港に留まっていた。抑留された艦隊は1919 19年6月21日に、自沈した。スカパフローでの艦隊自沈の結果、 連合国は沈んだ艦の代替を要求。ベストファーレンは1919 19年11月5日に除籍され、ディート、そしてバーケンヘッドの解体業者に売却され1924年までに解体された。ありがとうございます。